うまくできないよ。私も2個が限界。貸して。ゆらりゆらりとくぐれ、くぐらばくぐられかしら落ち。糸にくぐまれかくりさる。お姉ちゃん、お歌も上手。ねえ、お姉ちゃん、どうしてこのお手玉、一つだけ違うの？これは大切なもの。約束なんだ。約束？ああ。あれ？おじさん、お料理できたの？失礼。邪魔していた。この着物、人形舞踊の。お察しが早くて助かります。実そんな、どうして。やはりここにいたのか、ヒカゲ。ヒビ。大丈夫、ヒカゲ。怪我してない？ええ、平気です。待てよ。今は間が悪い。日陰のことが知りたいのなら、明朝、神社へ来い。
日陰はまだ眠っているな。行ってくるよ、日陰。大丈夫かよ、びしょ濡れだぞ。平気だ。おい、日陰のことは順を追って話す。なぜこの村はこんな独自の神を祀るか知っているか。知るわけがないだろう。この村に来てまだ1週間も経ってないんだぞ。まあ、やはり順を追って説明しよう。まずこの村にある3つの伝承から話そう。三つの伝承？一つは人型様。この村は古くから人ならざる人になることに憧れを抱いていたの。人ならざる人？どういう意味だ？キビだ。永遠というものを望む。されど、それは時が許してくれないことだ。永遠の若さ、そして永遠の命、その永遠という望みが形となった。それが人型様なのだ。だからこの村は人形よ。糸栗村。昔は人形を作ることから糸栗村と呼ばれていた。それがこの村の名前の由来。人の方を崇め祀ってきたのだ。おい、どこに行くんだ？外はまだ雨だぞ。問題ない。
で、今度は何の伝承だ？どこへ連れて行く気だ？二つ目。二つ目は、カタスティ山に住むメクラウン。これは人形武勇の物語で描かれている人形と、その人形使いに目をくり抜かれ村を追い出された鬼のことを指している。山に入ってその鬼に気に入られた者はその両目をくり抜かれてしまうそうだ。それは言い伝えだろ。子供を山に行かせないために親が考えた。信じるも信じないも、それは君の勝手だ。なあ、そろそろ話してくれたっていいんじゃないのか？もう伝承とかそういうのはたくさんだ。俺は仲良く散歩しに来たんじゃない。順を追って説明すると言った。まだ三つ目。そんなものはいい、本題に入ってくれ。三つ目のことはまた今度聞く。まずはじめに聞いておかなきゃならないことがある。日々は日陰の敵なのか？少なくても違う。じゃあなんだ？日陰は誰かに追われていると言っていた。それは誰だ？そのことは私の口から話すより、これから向かう場所にいる者の口から聞いた方がいいだろう。ここって、すぐ茶を入れる。中で待っていてくれ。